春の日差しのもと採ったばかりの山菜を入れて食べるラーメンの味は、美味しいです最高だ。午前11時の登山道入り口なんですが、次々と車がやってきます。今日は何しに来たんでしたっけ？山菜採りに。うどとふきと乙女の滝を見ながら、あの山菜でもあれば採るかなと。札幌市手稲区にある手稲山の登山道入り口、今日は天候にも恵まれ、山に入る人の目的の多くが山菜採りです。この時期は熊との遭遇や山での遭難事故などが増える時期とあって、警察も注意喚起に余念がありません。その効果は少しずつ現れているようです。これ遭難した時に場所を知らせるためのアプリの方で、こういう、携帯見守り機能っていうものは一応入れてはおります。自分で今どこにいるっていうことが家族の方でも分かるように、そういったアプリ。山から降りてきたこの男性、袋いっぱいに入っていたのは餃子人形ですね。これからラーメン作って食べるんですけど、茹でた餃子にんにくの鍋に乾燥麺を入れれば、美味しいです最高だ。しかし実はこの餃子にんにくに危険な落とし穴が潜みます。餃子にんにくはですね、やはり沢沿いとかのこういう急斜面に入ってますので、急斜面からの滑落、転落、これによってですね、怪我をする方が、ほとんど多くなっております。道内の山菜採りで遭難し亡くなった人は過去6年間で39人。このうち餃子ニンニクを採っている最中の事故で亡くなった人は半数近い19人にも上ります。南区定山渓では昨日、餃子ニンニクを採りに山に入った20代女性が滑落して搬送される事故が。また長沼町では先月、64歳の男性が遺体で見つかりました。警察によると男性の頭部には傷があり、滑落した可能性が高いということです。これも餃子ニンニクを狙った時に起きた事故でした。万が一山の中で動けなくなった場合に備えて、一刻も早い救助のために私たちにできる工夫が服の色だといいます。やぶの中に5つの色の服を着た警察官が並んでみると、実は夏の自然界に少ない白い色の服の方がよく目立つことが分かります。山に入ってしまうと、どうしても暗い色の服装とかだと遭難された際見つけにくくなってしまいます。何かあった際に速やかに救助できるような備えをしっかりしていただくという。楽しくおいしい山菜採りで悲しい思いをしないために、自分だけは大丈夫と思わない安全対策の徹底が命を守ります。